おい、ちょっとのセットやったやったやったこうして勝ちましたー、勝ち越したー。コメント、あ、来た。コメント来た。で、スーパーちゃん用に、おいしょー、アツメーカー、いや、激アツでしたわ。200万人バフ200万人バフついたのかもしんねー。よいしょ。あ、なんか今日コメント消えたい。なんだこれ。あ、消えたりに出てきたりしてるね。なんか不安定だ。なんか不安定だ。ねえ、コメントが多すぎて。それ、これは明日、皐月賞でひどい目に遭わされる。いや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 、そう、明日ね、昼またね、14時かな ?2 時かな ?2 時半かな前回2時半だよね。あれ?どっちだっけ ?2 時半だよね。2時半にね、またね、配信ありますから、よろしくお願いします。そう、お昼ね。35万かけんの、いや!いや、35万はかけないよ、さすがに。ちょっとまた、大勝負の時に、だけど、まだ15万、勝った分が残ってるから、それでどうにか取り戻していきたいなと思ってる。そう。いや、15万を一気にさ、月賞にぶっ込むのはちょっとためらってる、さすがに。さすがにダメだってどうしようと思ってん。だってそこで負けたらさ、マジなくなっちゃうわ、勝ち分が。勝ち分なくなっちゃうから、マジで。プラマイゼロ、むしろマイになっちゃうから。怖すぎる。ね、3万5千円にしろ、そうしようかな。そうしようかな。ね。それまた買っていきたい。いやー、人悩んでるよ、マジでどうしようかなって。みんなもう予想決まってんのかな。はい、ということでね、どうもありがとうございました。いやー、でも楽しかったな。よいしょ。明日もむずいよね。そうだよねー。やっぱ春の G1 はむずいんだよなー。喉大丈夫?え、だいぶ大丈夫!笑いも全然むせないし。めっちゃいい感じだわ。よかった。ねえ。旅行楽しかった?それ、旅行の話をね、ちょ、新パーツに喋ろうと思ってたんだ。え、そう、旅行ね、大阪に改めて行ってきたんですけど、ほぼさんと、すいちゃんと、ほぼみコメントさんでね、待ち合わせして、一緒に行ったんですよ。そう。んで、まあ、1日目は、USJ にね、行ったんですけど。でもね、もう事前にいろんなね、チケット買ってて。そう。まあ、今やってんのがヒロアカの 4D のやつと、あと、コナンの 4D のやつと、あとコナンのね、なんか脱出ゲームみたいな、やつもやってて、なんか映画の、プロローグみたいな感じでね、映画に繋がる感じの内容の脱出ゲームがあって、
それもやった、謎解き。そう。何食べたの？あ、そう、何食べたのかって言うとね、もうすぐにパークにインしてご飯に行ったんだけど、モンハン？モンハンコラボしててさ、20周年の。しかもアイスボーンのね、アイスボーンのお店だったの。まあ、みこアイスボーンやってないんでわかんないんですけど、モンハンのコラボしてて、そう。で、モンハンの食べるとこに行ったよ。めっちゃ美味しかった。なんか肉がもうほんとなんか出てくるさ、ゲームの中に出てくるやつまんまでさ、とんでもねえなと思いながらね、もぐもぐ食べてた。ゆみこさん、今回の USJ はなんか事前に動画とかいろいろ見てて、食べ歩きしたいなって思ってね、言ってたの。ねえ、ゆみこ食べ歩きしたいな。あれもこれもあれも食べたいのって。言って、え、めっちゃ食べるやんって言われながら、食べたいんだよね。なんか、ジョーズのホットドッグみたいなやつも食べたことないし、なんかターキーも食べたいし、なんかこの、ミニオンのまん、なんか肉まんみたいなの食べたいんだ、みたいな。そう。って言ってたんだけど、モンハンのところでがっつりね、がっつりなんかモンハンの、なんかこう一番がっつりしてる感じのメニューをみこ頼んじゃって、もう肉がすげえの、肉肉肉って感じでね。そう。で、まあ、三人で、まんまんまって食べてたら、ちょっとお腹いっぱいになっちゃって、そう。全然食べ歩きしんかった。結論から言うと、なんかそこで欲満たされちゃってさ、全然食べなかったわ。まあそうなるよね。そう。で、モンハンのとこ食べたでしょ？すごい美味しかったよ、なんか。で、その後、なんだっけな。で、その後、ダイナソー行ったのかな？なんかダイナソー行ったんだよ。ダイナソーって知ってる？なんか足ブランブランでさ、宙吊りになっててさ、なんかやべえ体勢でさ、フライングダイナソーっていうね、なんかすごいやばい体勢でなんかもう、体を、こう固定されて、地面にこう向けられるわけよ。体が。トリケラトプスになんか連れ去られてみたいな感じのテーマのとこで、やばいのね。ミコさん、絶叫大丈夫なんだって。いや、ミコ絶叫は苦手というか、怖いんだよ、もちろん。全然楽しい大丈夫とかじゃないんだけど、怖いんだけど、今回なんかフブさんがね、なんか絶叫系苦手なんだよ、フブさんもともと。で、フライングダイナソーやったことないって言ってて、やろうよ、やろうよって言ってね、やろうかなーっていう感じの、ちょっとね、まだ怯えキツネの時の状態で連れてってたわけ。でも、ミコとさ、スイちゃんはさ、ん、大丈夫？ん、ダメそうなら、待っててもいいよとか言うね、タイプじゃなくて、絶対さ、グループの中にはさ、誰か一人さ、ん、じゃあちょっとホブさんと待ってるわ、みたいな。ちょっと待っといてあげるわーって。言う人がさ、一人ぐらいいるやん。グループの中でも。で、ちょっと苦手だから、ちょっと見てるねーみたいな流れがあるじゃん。今回三人だったからさ、三人のうちの二人がさ、全くそういうタイプじゃなくて、大丈夫だ、大丈夫だよ、いけるよ、いけるよ、行こうよ、ガシッつってね、両腕抱えてさ、連れてくタイプだったかな。フブさんももう逃げられなくて。フブさんが、うわぁ、ちょうど、もう緊張してきた、やばいよ。やばいよ、ミコさんって言いながら、ん、大丈夫、大丈夫だよ。ミコさん怖くないの？って言われて、なんかフブさんが逆に怖がってるから逆に大丈夫になってきた、みたいな。こと言ってて、もうスイちゃんもさ、スタスタスタって、よし、行くよ、みたいな。感じでさ、連れてったわけよ。そう。で、なんかフライングダイナソーって4人乗りなのね、その横列が。
まあ、縦でもバン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 っていっぱい並んでんだけど、横の列は、なんか、4人なのよ。だから、ミクたち3人だから、1人ね、ソロの人が、乗るわけよ。かわいそうに。いやもう、そのね、かわいそうであったんだけど、なんか、ふぶさん。でも、乗りたいとは言ってて、いや、頑張ってみるかって言ってて、なんかもう、意を決してて、だからもう、応援するよ、みたいな。大丈夫、大丈夫、みたいな感じで、背中さすったりとかしてたんだけど、なんか、猫たちともう一人、なんか、追加されたソロの人が、なんと、子供で、なんか、男の子なのね、小3、いや、小 5? 小5ぐらいの男の子で、海外の子だったの。なんかちょっとポチャっとしてて、もうミコの大好きなタイプの、可愛い男の子だったんだけど、キッズがね、乗ってきてて、キッズがさ、一人なのにさ、すげえ、もう乗る前からさ、お前が、お前が、みたいな、めっちゃ叫んでんのね、もうなんかもうバタバタして、なんか、もう怖いんだけど楽しみみたいな感じで、もうテンションが爆上げだったの。そのキッズが。で、ミコの隣が、そのキッズで、それでミコ、で、横に、フブさん、その横が、スイちゃんみたいな感じで、ミコメットでフブさんを囲んで、そのミコの横にはその男の子がいて、だからミコの横にはね、フブさんとそのキッズがいたわけ。もうさ、始まる前からちょっとやばくて、なんかもうめちゃくちゃ叫んでんの、隣のキッズが。お、なー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 、うーん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 、お前が、お前がーとか言ってね、めっちゃ叫んでて。で、横の、ふぶさんも、あ、やばいよ、やばいよ、怖いよーってすごい言ってて。わー、なんだろ、このカオスな状況、めちゃくちゃおもろいなって思いつつ。それでちょっと笑ってたら、あ、真顔でしょ、真顔でしょって、スイちゃんが言ってて、あ、そうだった。みやこ真顔になるって叫んじゃいけないだったと思って、頑張ります。真顔ですって言って、なんかもう、叫んでる海外キッズ、めちゃくちゃ真顔で頑張ってるみこ、叫び散らかしてるふぶき、その横で笑ってるスイちゃんっていうね、そういうカオスな状況でフライングダイナソーが始まって、マジカオスすぎる。本当にカオスだったんだよ。ねえ、なんか、いざ始まるとさ、体勢がね、ウィーンってこう、なんだろう、体が、なんていうの?なんか横にこう、グイーンってなるわけよ。下向きになるの、体が。強制的にね。もう重力がやべえって感じなんだけど、そう、体がこう下向きになって、始まるぞってなった時にもう、キッズが発狂してるわけ。ふわーとか言って。で、いざ始まるぞってなったら、もうめっちゃ叫び散らかしてるのね。フブさんとか聞いたことねえ、なんか聞いたことねえ叫び声してて。なんかホラーゲームでもさ、叫んでるところ、まあ、ちょいちょい見かけるけど、こんなガチで叫んでるところ見たことねえやってくらい叫んでて、フブさんが。めっちゃ可愛い声でさ、マジで見バレすっぞと思いながら、キャーいやーとか。でも、ミコは風にね、風と圧力に負けながら、こじゅーって言いながらやってるじゃん。で、ミコの横のキッズはというと、ふわーなーオーマイガーマミーうわーつってね、叫んでるわけよ。反響乱してるわけ。もう、これなんだ、これ何の状況なんだろうみたいな。状況なんだけど、まあ、ぐるーってやってさ、やるじゃん。で、途中からさ、そう、最後の終盤ね、もう終わったってなったら、なんか、横のキッズの、なんか、冷圧がなくなってて、はぁ、あ、はぁ、あ、ってミコなってるわけよ、もう。マジでなんかもう、潰れるかと思ったーって思いながらさ、ミコの、はぁ、あ、はぁってしてんのに、なんか中ブラリンの状態でさ、チラッて横見たら、キッズがね、失神みたいな、なんか、意気消沈みたいな感じで、はぁ、あ、って、くてーっつって、なんか、ぶら下がってんの、なんか横で。キッズと思って、もう、
その子、頑張ってその子に、パン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 って腕をね、パチ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 って言って、ヘイヘイ大丈夫大丈夫って言って。まあ、演技だったんだけど、まあ、そのぐらいね、ぐたっとしてたわけよ。マジおもろすぎてさ、ついトントンしちゃったわ。マジで。で、横見たら、もうふむさんも、はーんってなってて。そう。まあ、ミクはね、あんま叫ばないで済んだんですよ。そういうおかげで。もう両サイドにやべえやつがいたから。え、マジ、横の男の子リアクション芸人すぎたよ、ほんとに。とんでもなかったわ。面白すぎて死ぬかと思ったんだけど。でさ、もう降りますよって状態の時にさ、なんかトラブルが発生してて、なんかちょっとの間ね、ずっとその前のめりのチューブラリン状態にさせられてたの。なんていうの、もう出口なんだけど、待たされてて、なんならそこがね、一番きつかったね、ミコは。恐怖を覚えた。ガチで。このまま30分とか待たされたらミコ、どうなっちゃうの？心臓潰れちゃうのかなと思って。あの体勢ってきついんだなと思った。なんかこう、吊るされてる状態っていうの？あの状態マジで体の負担半端ないなと思ったよ。苦しいもん、なんか。うーって。そう、頭に血が昇るし、本当にやばかった。なんか悪いこと想像してたわ、本当に。なんか最悪、ずっとこのままだったらどうしようっていう。ねえ、ふぶさん生きてたん？いや、ふぶさんも、ああ、早く終わんないかねーって言ってて、うん、もう無理だよ、してみこもさ、ベルトから手離してさ、もうブラーンって、吊るされてるマスコットみたいな状態に3人でなってて、もうスイちゃんしびれ気出してさ、近くのスタッフさんに、これ何待ちですか？これ何待ちですか？って言って。そう。吊るされてるマスコットだった、ほんとに。3匹。いや、4匹。ねえ。いや、今回の旅ね、ほんとね、スイちゃんとかはもうテーマパーク慣れしてるじゃん。で、フムさんとかもさ、まあ、慣れてるし、なんか二人ともさ、しっかり誘導タイプのね、人だから、なんかご飯食べに行くのもすぐ調べてくれるし、なんかタクシー呼ぶにもすぐやってくれるし、なんかね、ミク何もしなかったの、今回、ほんとに。マジ、これガチ。なんか、ホテルのキーを持つ人も、絶対ミクやってなかったし、そう。なんかこの3人になると、なんか前回3人で遊んだ時は、ミコが、なんていうの、スケジュール組んでるデートプランだったから、ミコが結構いろいろなんかやってたけど、そうじゃないと、普通にしてるとミコ、何かやる隙もなくやってくれるからさ、焼肉だって焼いてくれるし、そう。何もしないんだなぁ、ミコって、って思った。マジ、パルワールドだった、ほんとに。そう。何でもやってもらえるねーって。マジ、やってなかった。三人で、こうやって旅すると、こんな風になるんだって。三人でね、お泊りして、なんか、旅行するの初めてだったの、今回。何気。そう。お世話されぬ気まんまや。いや、そんなことないんですけどね。で、その後は、ほぼほぼね、マジ、舞台、二次元舞台を見てたみたいな感覚でさ、なんか 4G の、なんかショーいっぱい見て、コナンのやつとか、ヒロアカとか、いっぱい見て、マジおもろかった。そう。なんかコナンのやつとかさ、なんか 4D なんだけど、ちょいちょいその、なんだろう、キャストさん役者さんが出てきて、そのコスプレしてるね。まあ、2.5 次元みたいな、2.5 次元舞台みたいな。だって組み合わせなんだよね。コナンとか。
そう。それがやばくて、怪盗キッズ様が出てきたときに、もう、キャーって もうね、メスになってたよね、正直。我々は。え、キッド様なんだけど、キャーって。キッド様が出てきたりとか、もうキャーよ。そう。マジ湧いてた、ほんとに。キッドキューン。かっこいいね。ほんとに。いや、マジすごいなと思った、ミコ。ああいう、そう、2.5 次元って、ナルトしか見たことないかな。え、楽しいと思って。その子おるやん。その子もね、ラン姉ちゃんとかも戦ってたりとかして、すんげーと思って。飛び出てくるわけよ、画面もさ、4D で。コナンがさ、もうめちゃくちゃガチ恋距離まで飛んでくるわけ。すんげーみたいな。え、これの技術、ミコたちもできないかって思ってね、見てたよ。ミコたちは飛び出てくるような、そんなライブはいつかしたい。頑張ってくれ、ホロライブって思ったね、ほんとに。ねえ。いや、あれすごかったわ。楽しかった。で、なんか謎解きもやったんだけど、そう、コナンの謎解きもなんかやったんだけど、それもすごい楽しかった。めちゃくちゃ歩きまくったけど、室内で。結構難しくて、もう謎解きってさ、まあ、ミコン、まああんまり、何？そんなできないんだけど、でもミコがいたからこれときたよねっていうやつもちょこちょこあって、どやって感じだった。楽しかった、だから。なんかついて歩くだけじゃなくて、ミコもちょっと参加できたからすごい楽しかったし、そう、しかも最後はまた 2.5 次元舞台があって、今度はヘイジがね、出てきたの、ヘイジが。映画がさ、やってるじゃん、映画が新しいコナンの。あれ、ヘイジとカイトキットのさ、出てくるやつやん。いやーす、なんやって、クドーよ、ほんとは。カズハーもさ、出てきてさ。その役者さんがね、なんか声優さんの声にね、動き当ててんのかと思うぐらいめちゃくちゃ似てて、ヘイジの声と演技に。そっくりでさ、ガチ感動した。本物いたかと思った。湧いた、またここで。なんか、カズハーとさ、ヘイジがさ、なんか、キャーンみたいな展開になってて、それ見て、フブさんが死ぬほど限界化してた。うわぁ、うわ、ちょっとくうわ、来るのか。湧いたわ。オタクしてたわ。うちら。しかもね、なんか最後、ありがとうね、みたいな感じで、そこだけ撮影 OK で、なんか、近くまで寄ってきて、ハイタッチとかしてくれんの。役者さんが。湧いたわ、マジで。カズハちゃん！カズハちゃんとハイタッチしたり、ヘイジとハイタッチしてきたりしてさ、すげー、みたいな。湧いた。いや、ああいうのいいよな。ねえ。それはね、ナルトの時は、なんかミク席が遠くて、そんなことなくて、ちょっと嬉しかった。そう。で、気づいたらもう夜、更けてたわ。なんかね、ポケモンとのコラボもチラチラやってて、USJ って。なんかポケモンのね、なんかね、不思議種のね、メロンシャーベットがあって、不思議種のほぼフィギュアみたいな。やつ中にメロンシャーベット入れて、なんか食べるみたいなのがあったんだけど、なんか容器をもらって、不思議種の。めっちゃ可愛いの！これ、フブちゃんと一緒に買ってさ、やったねーっつって。クッパのね、リュックに入れてたんだけど、部屋帰ってさ、もう下のためにさ、キャリーバッグ整理しようと思ってさ、クッパのリュックも入れようと思ってさ、
せいにしてたの。そう。そしたらさ、ミコ見た瞬間結び泣いたわけ。って。で、ホブさんついちゃうから、どうしたのって。不思議なねの種の部分がないよーつって。不思議なねの、なんかつぼみの部分あるじゃん。背中に乗ってるやつ。あれが、外れてなくなっちゃってたの。だから、完全にこれ、もう、不思議なねじゃないじゃんって。なって、スイちゃんが、こう、ただの不思議だー、不思議になっちゃったーって。ほんとだ、不思議だ、こう、ただの不思議だよーって。言ってね、結び泣いた。そう。てか、スイちゃんがさ、あの人さ、なんかお気に入りの枕ができたらしくて、すげえ大荷物で来てたの。なんかキャリーバッグともう一つでっかい紙袋持ってきてて、それ何？って言ったら、枕。枕持ってきた。え？枕持ってきたの？寝られないから、これじゃないと。そうなの？ねえ。でもさ、なんかホテルの枕硬くてミコには、羨ましかった。ちょっと待っててって言われて持った時に、すんごいふわふわで、めちゃくちゃなんか良さそうな枕だったの、高そうな。これいいなぁ。今日貸して。貸すわけねえだろっていうね、くだりをした。貸して欲しかった枕。マジふわふわだったん。ねえ。なんかさ、三人だとさ、なんだろう、新幹線とかさ、二人同士座ってさ、一人でとかなんじゃ、みこね、帰りも行きもね、一人になんなかったの。行きは、スイちゃんの隣で、帰りは、ホブさんの隣だった。だから、一人で乗らなかったから、寂しくなかったなぁ。そう。おうおう。よかったね。うん、よかった。でもなんか違うなぁと思ったのは、なんかスイちゃんと乗ってるときは、スイちゃんも、なんか、すぐにさ、新幹線の机をバターンって出してさ、もう猫もそうなんだけど、お菓子を広げてね、お菓子をむしゃぶり食ってたわけ。なんか、駅で買ったじゃがりこのやつとかポテチとかめちゃくちゃ買って、新幹線乗り込んだから、もうそれをボリボリ食べてたわけよ、二人で。で、フブさんにも分けてあげて、みたいなことにしてたんだけど、フブさんと新幹線乗った時は、お菓子は食べず、そう。まっすぐに寝ちゃったよね、帰りはさすがに。ね。遠足やん、絵文字、楽しかったん。やっぱお菓子って必要だよね。ちょっと多いぐらいだなーって思うぐらいのお菓子買って、なんか広げて分けたりするのが楽しいんだよね。うん。疲れすぎてたんやな。みこさん、サブアカにもつぶやいたんだけど、みこ毎回さ、なんか、寝顔？ホロメンの寝顔って全然見てないなと思えばそう、感じたわけよ。なんかみこが毎回起きんのが遅くて、夜寝るときとかはさ、さすがにみこが遅いときもあるんだけど、暗いから寝顔なんて見れないじゃん。別に、見ようと思えば見れるかもしれないけどさ、別に見ようとしないかな。そう。だけど、新幹線の時は二人とも爆睡してんの見たの。あれがね、ちょっとね、ほっこりしたね。うん。スイちゃんなんてさ、東京着いてもさ、起きなくてさ、起こしたもん。スイちゃん！
カカーって寝てた。ガチ爆睡してたわ。ねえ。落書きしなかったの？しなかった。優しいから。本当に爆睡だったわ。ねえ、ほっこりした。ほっこりほっこり。あとね、ホテル同じ部屋でさ、泊まったんだよ。だからすごい、ファミリー用のね、部屋だったわけよ。で、ベッドが4つぐらいあって、なんか、22で向かい合わせだったの。だから、1つのベッドが余るわけ。だから、ミクがどっちも使うねーって言って、どっちも使った。ミクはどっちも使うねーって言って。そう。なんか最初、荷物を片方の方ベッドにも置いて、片方の方も使うようでね、なんか使った。あとなんかホテルはずっとね、なんかぬいぐるみ遊びしてたわ、なんか。三人で。スイちゃんとはさ、ぬいぐるみ遊び、結構してて、スイちゃん、スイちゃんのせいで。なんだっけ、フブさんもついに来てね。フブさんも入れて遊んでた。そう。この辺いた？いや、この辺悩んだらしいけど持ってこなかったわ。スイちゃん。持ってきてなかった。ねえ。ふぶさんも縫い持ってきてたの。そう、持ってきてねーってスイちゃんが前日言ってて、持ってきてた。持ちドル。持ちドルふぶさんを持ってきてて、ミコとスイちゃんは、フレンズの、ミコメント持ってきてたから、圧が怖いって言ってた。なんで、なんでふぶさんは、持ちドルなの？ねえ。どうしてなの、スイ。圧をかけて遊んでた。そう。なんか水色のやつ持ってないんだって、なんか。ねえ。あとなんか USJ でさ、スヌーピーのね、ぬいぐるみを買ったの。ミコはそいつに名前をつけたの、ヌヌーピーっていうね。ヌヌーピーをゲットしたわけよ。なんでヌヌーピーなのかっていうと、なんか、ま、基本的にスヌーピーって横の姿やん。で、シュッとしてるじゃん。だけど、ヌヌーピーは、まじ、まん丸なの。まん丸の、正面の姿のスヌーピーだったの。だから、最初ね、インスタだから卵型のヌヌー、卵型のスヌーピーなのかなーって思って、店員さんに、これって、インスタのスヌーピーなんですかって、買うときに聞いたら、いや、違います。ただのスヌーピーです。って言われて、そいつだけ一周を払ってたもん、ほんとに。だから、ヌヌーピーっていう名前つけて、ヌヌーピーでずっと遊んでた。マジ。ヌヌー、ヌヌーピーだよーって。ヌヌーっていうね、感じのキャラクターだった。なんで、ヌヌーピーは、ヌヌーピーなの、ヌー、わかんないヌーっていう感じのキャラクター。え、マジ見てもらったらね、わかるの、このキャラクターが。ヌヌーピー。あ、一瞬じゃなくて、一切、もう一切ね、一切お花ってたの、臭くないよ。ヌヌーピーは臭くない。そう。見てみたい。見てほしい。検索したら出てくると思うよ。スヌーピーの横にまん丸でね。めっちゃ可愛かった。一瞬だと臭くなっちゃうからね。そう。
で、人形遊びしたりとか、あとね、あ、ちいかわの心理テストブックみたいなやつ持ってってて、みこは。心理テストがいっぱい書いてある本なんだけど、正直必要だと思って信用してなかったの。みこ。沖縄に行った時に買ってて、そう。ミオスマと遊んでたんだけど、ミオスマとの心理テストはなんか、あーそうなんだーみたいな感じでさ、なんか、あーそうなんだねーみたいな感じで、なんかちょっと心理テストしっくり来ないの。なぜなら、ミオちゃんの占いの方が強いから。うん。ミオちゃんの占いの方が心理テストよりはるかになんか信憑性が高くて、なんか、あーそれよりミオちゃんの占いかって感じで、なんかあんまり、使わなかったんだけど、そう、今回も持ってってたの。心理テストの本。で、なんか試しに、スイちゃんとかに、なんかふむさんがね、お風呂入った後に聞いたりとかしてたのよ。心理テストやってたら、割りかし当たってて、なんか、あなたは陰キャか陽キャかみたいな、心理テストがあって、スイちゃんがね、ガチ陽キャで、陽キャって診断されてて、で、ミコはなんだろうって思ったら、ガチ陰キャって書いてあってめっちゃ面白かった。4択なんだけど、マジ対比じゃん。うちらってなったわけ。え、ミコでもガチ陰キャなんか書いてあるのがさ、結構辛辣で、ちいかわのくせに、まあ、ちいかわだからかもしんないけど、なんかね、なんか、あなたは、なんか本当に青春送れないでしょうみたいなこと書いてあって、そんなことないし、今青春送ってるんですけど、って思ったわけ。そう。んで、フブさんに心理テストやったら、フブさんは、ちょっと陰キャ。だったりとかしててめっちゃ面白かった。そう。いや、でも結構合ってたんだよなぁ、なんか。結構ね、なんかね、全部ね、当たってて面白かったんだよなぁ。なんかどれだったか忘れたけど。そう。なんか楽しくなっちゃって、めっちゃやったわ。ねえ。いいね、そう。あとね、なんだっけ、なんだっけ。あ、そうだ、いやもうマジ、濃いね、一日を過ごしたんだよ。本当になんか USJ 終わった後に、今度はスパに行ったの。ご飯食べた後に。なんか、美味しいすき焼き食べて、その後になんかお風呂行かないってなって、スパに行ったんだよ。なんか、温泉施設みたいな。お風呂施設みたいなとこに行ったの。夜遅くまでやってる。そう。で、まあ、USG の疲れを取ろうやと。そしたらね、めちゃくちゃいろんな種類のお風呂があるところで、なんかさ、施設もすごいでかくて、なんかみこ、温泉施設とか結構行ったことあるけど、こんなにでかくていろんな種類あるとこ初めてね、めちゃくちゃ面白くて。そう。お風呂に行った。すんげーとか言って、いろんなお風呂にね、入ったよ。でさ、なんか、途中でね、サウナみたいなとこにも入ろうってなって、サウナとかあるじゃん。で、まあ、行ったんだけど、もううちら暑さ耐えれなくて、すぐにね、出たわけよ。やば、暑いわ、っつって、スイちゃんがすぐ退散して、やめこも無理だ、つって、出てさ、でも猫ね、サウナだったらさ、こうなんていうの、整ってみたかったのよ。整ったことなくて、なんか水風呂があって、え、やばい、あそこに入ってみてもいいかな、いいかなーって、フブさんに言ったな。いや、やめといた方がいいと思う。多分、
すごい、まだ全然体温まってないから、やばいことになるよって言われて、でもやってみたいなーつって。ちょっとピシャってやったら、お、冷たい、マジこう冷たいわーつって。ダメだった。うわー、冷て無理だーとかって一人でね、ワンワンやってたな。横目で見たらなんか、その横のさ、もう全裸でさ、なんか、寝っ転がれるなんか畳みたいなところがあって、そこをパッて見たらね、フブさんとスイちゃんがね、寝っ転がっててさ、全裸で。全然巫女に見向きもしないじゃん。ってなった。うわ、最高ーつって、なんかゴロゴロしてた。くつろいです。なんか全然人いなくて夜だったからか。そう、平日ないし。めっちゃくつろいでたわ。超リラックスしてた。ほんとに。なんかいろんなお風呂いっぱい入ってね。岩盤浴みたいな。そうそうそう。なんかね、いろんなのあったんだよね。あと、なんか、なんか、すごいさ、なんか、電気風呂みたいなのがあって、なんかここからここは電気風呂ですみたいな境界線のところがあって、電気風呂ってなんかやったことなくて、ちょっとビリビリするところなんよね。でもすごい腰痛とかに効くみたいな。やったことあるみんな。なんか、ふばさんとみこは全然その、なんか、電気のところにいなかったんだけど、スイちゃんが、なんか、好奇心の化身だからさ、あいつ。好奇心の化身だから、電気風呂にさ、行ってて。あ、ちょっと来るかも。あ、やばいわ、みたいな。あ、ちょっと感じるわ、みたいな。一人でやってんの。なんか、突っ立ってさ、電気風呂で。ねえ、わ、みこ絶対やりたくねえと思って。すごいじゃん。あいつド M だよ、ド M って。言いながらさ、見てたら、お前も来い。おい、配信者だろ、来いっていうね、殺し文句言ってきて、うわーって思いながらみこも言ったの。物は試しだなと思って。配信者だろとか言われたらさ、なんか、断れない感覚になるわけ。配信してねえけど。ね。裏なのに。で、配信者魂を鼓舞されて行ったわけよ。そしたらね、マジでビリビリってなんか、チク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 みたいな。なんかさ、体冷えてる時に一気にお風呂入った時の感覚に近いのがあって、うわーみたいな。ビリビリやんと思って。もうそしたらさ、フブさんはね、フブさんはでもさ、そういうの嫌なわけよ。で、ミコメントでね、うわ、ビリビリだとか言って、うわ、やべえとか言ってたわけ。だけどミコメントはほら、ダイナソーに乗せるレベルのさ、人たちだからさ、フブさん来なよ、ねえ、フブさんって声かけるの。でも、ふむさんがさ、マジ、すげえしれっと他人のふりしてたの、あん時。マジ覚えてる。もうなんか話しかけてもマジ、全然見向きもしてなくて、ガチでしれっと他人のふりしてたの。あれめっちゃタチ悪かった。あれめっちゃおもろかった。ツーンってしてて。おい、ね、無視すんなよって言って。もういやいやね。来て、ちょっとやってた。でも、フブさん、ダイナソーの時もね、電気風呂の時もそうなんだけど、一回やってみたら、ちょっと楽しかったかも、みたいな感じになるわけよ。ねえ。ちょっとこれいいかも、みたいな。かわいい。かわいいよね。おもろいなと思って。そう。あ
とは、フブさんがね、なんか好きなね、なんか塩サウナってのがあって、なんか塩をすり込むんだって。それをね、やりに行こうって言われて、みこあんまり乗り気じゃなかったんだけどね。そう、行った塩サウナ。でもそんな暑くはなくて、なんか真ん中に塩がめっちゃ山盛りになってて、そう、3人だけだったの、しかも。なんか行ってみたらね、めちゃくちゃなんか塩をね、塗り込まれた。ふぶさんが、まあ、毎回ミコメットの真ん中にふぶさんがいたんだけど、ふぶさんがね、ミコにね、こうなんか塩を持ってきてね、ミコの膝とか腕とかに、ほらほら、塩だよ、ジョリ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 。やばいよ、食べられてしまう、準備整ってしまう、ミコ。塩サウナマジ調理されてるような気持ちになった、ほんとに。蒸されて塩で擦られてさ、もうこれあんたの焼くだけやんって思うぐらいのね、塩加減だった、ほんとに。マジで食べられちまう、こんなのと思って。裸でさ、何？体も綺麗にしてさ、塩塗られてさ、蒸されたらもう、あとは焼くだけやん、どう考えたって。ねえ。で、なんかそのサウナの中でね、怖い話とかさ、なんか、面白い話とか、して、とか言って、三人で結構話して、そう。でも本当にめちゃくちゃ塩サウナめちゃくちゃ肌ツルツルになった。スイちゃんとか膝ね、マジテカってたもん。マジ膝テカりすぎじゃねえってこれね、なんか足がね、テカってて、すごかったわね。マジテカテカだった。ミコもすべすべのトゥルントゥルンだった。すごかったわ、塩サウナ。またやってみたいなと思った。そんな暑くなかったし。んーね。まじね、そのスパいろいろあってさ、ゲームセンターとかもあってさ、なんかマリオカートみたいなのあるじゃん、マリオカート。ゲームセンターの。あれとかやったりとかしたよ。それはね、ミコ、なんかミコしかなかったから、ミコメットでやってってフブさんに言われて、じゃあどっちが勝つかかけてねって言いながらさ、やったんだけど、あれめっちゃおもろいんだけどさ、なんか写真撮られるやん。アーケード版、そう、アーケード版です。なんか写真撮られるじゃん。なんかカメラがついてさ、それ、なんか二人で変顔してさ、変顔のさ、なんかムンクの叫びみたいなスイちゃんとさ、なんか、ガンギマにしてるミコがね、なんかアイテムとして出現してくるわけあれ。なんか謎の、なんか、アイテムを手に持ってて、え、なんだろうって思って投げたら、横の画面パッて見たら、スイちゃんの画面いっぱいに変顔したミコが、うよ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 うって大量発生してて、マジで何も見えねえみたいな状態になってて。マジ爆笑だったんだけどね、本当にやばいと思って。ね、うわぁ、やべえとか言ってさ、めっちゃ接戦の戦いしてたんだけど、そしたら、今度スイちゃんもミコに撃ってきて、目の前がスイちゃんの、ムンクの叫びみたいなスイちゃんのなんか、画面いっぱいにさ、出てきてさ、マジあれやばいだろ、テロすぎるだろと思って。マジでおもろすぎて死んじゃうかと思ったん。あのシステムずるいよね。なんだったのよ、ほんとに。さすがに笑えるんだけどと思ってん。ま、で、結局ギリギリでね、スイちゃんに負けて終わったんだけど、熱い戦いだった。ゲーセンっておもろいなと思った、ほんとに。その後さ、なんか太鼓の達人をフブさんとスイちゃんがやってて、
どっちもさ、難しいでさ、プレイできるわけよ。あと、鬼とかで。マジ、埼玉2000だっけ?とかやっててさ、マジやばかった。二人ともね、めちゃくちゃいい、なんか、せめぎ合いしてて。死ぬほど疲れてたわ、なんか。熱い戦いすぎて。白熱してた。ダンダンダダダンダダダンダダダンって。ねえ。いや、ゴールデンウィークあったもんな。太鼓の達人の大会。いや、すごい戦いだったよ。ミョコはね、太鼓の達人苦手な、あの、リズムゲー下手だからさ、全然できなかったけど。そう。あとは、なんか、スロットみたいな、コインゲームみたいなやつ。あれやってね、ひたすら当たんねえなーって、やったりとか。UFO キャッチャーとかも全然できなくて、敗北して終わった。うん。あったね。ミコ初めてスロットみたいなやつやったんだけど、もう全然仕組みわかんなくてさ、ドーン!ブーブーブーとかなってなんかすごいなんか演出がね、かかったりとかしたの。え、これやばいこれす、やばいじゃないのまずこれやばいじゃないのうん、多分それ違うよーって言わない。え?これ来てるわけじゃないんだ。そう。なんか違かったっぽいわ。ただ吸われて終わった。コイン。ねえ。で、なんか、もうなんか、すごい結構な時間スパいたな。まったり。マッサージ機乗ってさ、もう最高とかやったりとか。いろいろしてたわ。なんか一日濃かった、ほんとに。一日濃かったんだよ。ねえ。スパはね、皆さんリフレッシュされるしね。いいよね。なんかさ、部屋戻ってさ、寝るときさ、みこ寝れなくて、ウケツの動画見たって言ったじゃん。ウケツさんの動画流したりとかしたんだけど、全然寝れなくて。で、まあ毎回恒例なんだけどさ、寝れないからね、面白い話してもらいたくて、ねえねえ、面白い話してよーって言ってみたらさ、ふぶさんが語り部やってくれたんだけど、いや今回めっちゃおもろくてさ、なんかふぶさんが突然ね、昔々、あるところに、山に芝刈りに、ミコさんが山に芝刈りに、ミコピーがパチンコ屋さんに行きました、みたいな。よくわかんねえね、あのなんか空想の話をしだして。ミコピーが、あの、まじ、パチンコずっと打ってて全然当たらないやつだった。あ、なんで?わかんないけど、なんか物語をね、なんか喋ってくれてて。そう、創作昔話やってた。なんだっけ、なんかあんま覚えてないけれど、結局なんか、ミコが、なんかミコピーに、もうすぐで当たるの。頑張ってねーっていう感じで言って、で、猫ち、当たったから景品交換しに行こうね。景品交換で、ちょっと余ったからこれ、お菓子あげるね。うまい棒、ありがとう。カルパスもありがとうって言って、それね、帰って、帰りは、ガスト行こうかって言われて、
猫が、へぇ。なんかもうそっから猫ね、なんかもうその物語に加わってて、猫がセリフを言ってたんだけど、寝ながら。へぇ、ガスト、包み焼きハンバーグ食べたい。それはココス。ちゃんちゃんっていう終わり方してた。それで爆笑して寝れなくなった。それはココスだよ。ちゃんちゃん。っていうね、謎の遊びしてた。そこだけめっちゃ覚えてるもん。あ、そっか。ここ、ガストはチーズハンバーグ、チーズインハンバーグじゃねえか。ギャーっつって。ちゃんとオチだったわ。3人とも寝れなかった。で、その後また寝れないから、ウキチさんの動画見たの。そうそうそう。ウキチさんの、なんか結構長い1時間ぐらいの、なんか怖いやつも聞いてたんだけど、その頃はもう2人も電気消して寝てたの。で、その時隣がスイちゃんだったのね。ベッド。で、もう寝ちゃったんだなと思って、静かにウケツの動画聞いてたの、ウケツさんの動画を。そしたらだんだん心地いいからさ、やっぱあの人の声って、寝れるわけよ、なんかだんだん。そしたら、うとうとしてきたなーって思ったな。なんかしばらく経ててもう完全寝てると思ってたスイちゃんが、もうウケツやめてって。もぞもぞもぞって起き出して、え、スイちゃん起きてたの?って言ったな。こと細かに、これがあれで、この小学生の女の子がこうこうこう言ったんでしょって聞いてたよとか言って。がっつり寝れなくなってて、聞き入って寝れなくなっちゃってねやんって言ってね。それでもやめなかったんだけど。そう。全部聞いてたわ。イヤホンにしないよ。違うの。え、わかるよ。ミコだってイヤホン持ってきてたし、イヤホンで寝ろっていうの気持ちはわかるんだけど、耳の中に入れながら寝ると寝心地が悪いに加えて、ちょっと起きててほしい気持ちもあるの、ミコは。だから、正直、思惑通りだったわけ。ちょっと、一緒に、聞いててほしいの。ちょっと寝れない感覚を一緒に味わってほしい。そう、フブさんをね、そう、フブさんを熱作業する。フブさんはすぐにちゃんと寝る準備する派だったわ。なんか、一番早くに準備終えてるタイプだわ、フブさんやっぱ。でもちゃんとちっちゃい音でやってんだよ。そう、立ち悪いよ。ごめんね。本当にごめんね。でもさ、怖いんだもん。ね。いや、ホブさんしっかりしそうだよ。ホブさんしっかりしてるって。ね。でもみんなと同じ部屋で寝るの楽しいね、やっぱね。やっぱそう思ったわ。で、次の日すぐ帰るかと思いきや、そんなことなく道頓堀で、食べ歩きをしつつ脱出ゲームを、5個ぐらいやったのかな?なんかね、めちゃくちゃやったんだよ。なんか大阪にしかない、なんか店舗みたいなとこがあって、多分ね。じゃあ、2人とも脱出ゲームめっちゃ好きじゃん。でさ、もう都内じゃできないと思うとさ、やっぱやっとこうみたいな感覚になって。めちゃくちゃやったわ、なんか。練り歩いてた、ほんとに。脱出ゲームはしごしまくってた。ねえ。そりゃ疲れるわ。いや、マジ歩いたもん。ほんとになんか、めちゃくちゃ歩いた。
え、みこ上手になったかも、謎解きと思ったん。なんかひらめけるようになってきてたよ。全部成功したしね、言うて、多分。成功したん。そう。でも後半さすがに体力なくなってきてたけど。全部成功すごい。いや、すごいよね。まあ、ふぶさんとすいちゃんが結構ペダリだからってのもあるけど。ねえ。おもろかったわ。ねえ、じゃあ舐めての、はい。舐めてました。みこちのエリート力上がっちゃう。何が涙なんだよ。いいだろ、上がって。なあ。っていう感じでした。お好み焼きとかね、たこ焼きとかね、食べたりしてね、ほんと美味しかったよ。大阪のたこ焼きってさ、ふわとろなんだよね、やっぱ。ふわとろのたこ焼きめっちゃうまかったわ。あと、いちご飴ね。いちご飴めっちゃ食べた。両腕にいちご飴抱えてね、食べてたらね、あ、ダダダダダダダってなんか、スイちゃんが走ってきて、片手に肉持って、肉、なんか串焼きの肉買ってて、ちょっと持っててって言われたんだけど、みこ両手塞がってていちご飴で、持てないよって言ったら、ふわーってタタタタタってまた別の屋台行って、なんか別の屋台からまた肉持って、両腕、なんか肉持って帰ってきてた。あいつ、2軒はしごしてる屋台すげえとか言って。なんか、いちご飴食べようってフブさんに言われて、いちご飴食べたらめっちゃ美味しくて、食べ歩きでもいっぱい簡単。走り回ってたわ。そんな忙しい食べ歩きあるって思ったよね。ルフィじゃん。ほんとだよ。ねえ。あと、ホブさんがね、可愛かったのがね、なんかミコキャップをね、かぶってたの。キャップを。やっぱなんか日差しが強くてさ、大阪。晴れだったんだよね。晴れ続きでさ。キャップかぶってたんだけど、なんか脱出ゲームのたびに、そのなんか荷物置くんだよね。全部の荷物置いて脱出ゲームとか挑むんだけど、で、終わったらさ、荷物を持つじゃん。必ずね、ほぼさんがミコのキャップかぶってて、そう、無自覚なんだろうけど、なんかわかんないけど、ミコのキャップ勝手にかぶってて、ミコもなんか突っ込まなかったんだけど、え、なんでなんだわかんない。フブさんキャップかぶってたんだよ。ずっとミコのキャップ。それミコのキャップなんだけどなーって思いながら、キャップかぶって歩いてて。もうでも可愛いからいいかと思って、ミコのキャップかぶりたかったんだなーって思って見てたの。で、なんか帰りの新幹線乗ってさ、新幹線、ついでさ、帰るぞってなった時、え、ミコさんのキャップずっとかぶってたわーとか言って、そうだよ。ずっとかぶってたよ、あんたって。気づくのクソ遅ーって思って。一日中かぶってましたけど。無自覚だった。ねえ。ふぶさんもちゃんとポンポンしてたよ。おっそう。可愛かった。ねえ、わざとじゃなかったんで、わざとじゃん。みんなわざとなのかなーと思ったら全然違うた。無意識に被ってたらしいわ。ねえ。異変やん。家まで持ち帰ったことじゃそうだよ。
楽しかったな。でも旅行マジ濃い濃い2日間だった。本当に。でもなんか初めての3人旅行感なかったな。ねえ、ほのぼのでした。次はいつかな。旅行はね、難しいかもだけど、また行きたいな。ね。3人、まあ、3人でちょくちょく出かけはね、まだあるからね。そうなんだよな。今年に入ってね、結構一緒に遊ぶこと多くなったね。ほんとに。よいしょ。なんかね、なんかスイちゃんとさ、スイちゃんだんだんね、ミコに突っ込まなくなってきてんの。なんか、ミコが間違えてさ、漢字読んでてもさ、そうだねー、それだねー、みたいな。そうだねーって感じなの。なんだけど、フグさんはね、めっちゃ突っ込んでくれんの、日々。ミコの間違いにめちゃくちゃ突っ込んでて、旅行中も。だからミコもそこで気づきはいるわけじゃん。あ、これこうなんだ、みたいな。突っ込むのに疲れてる。ほんとね、疲れんなよ。なあ。結構前からな、もともとそうだった気がしなくもないけど。おむさんめっちゃ突っ込んでてさ、それはこれこれねって。めっちゃおもろかった。もう忘れたけど、なんだっけな。何を間違えしたんだっけ、もう忘れたけど。なんだっけ、なんか言ってたんだよ。ね。多分、統計取ったらメンバー4年目とかのアイコンの人全然突っ込まなくなってると思う。なんでそんなひどいこと言うの？ねえ、嘘。そうなの、4年目のミコピョム、もしかして突っ込んでないの？うんうんってやってんのか？訓練されてんのか？まあ、個性かなって。慣れって怖い。慣れって怖い。またかーって感じ。そうやって循環されてくんだね。若いミコピーが突っ込む係になってるわけな。どうせ覚えないし、ふざけんな。見捨てんじゃないよ。それでいいかってなってる。もう指示コメントは意味ないと知った。こうなっちゃうんだよ、みんな。まだ、まだ1年目とかさ、半年のミコピンはいつかこうなっちゃうんだよ。俺たちも学んでくんやね。そうだよね。達観してくんだ、みんな。コメントしても見ないでしょ。見てるわけじゃない。見ないわけじゃない。見てるけどね。そうだよ。でも、みこちゃんアカウントでコメント見たりする。そうだよ、してるよ。諦めんな。ねえ。
おもろすぎな、それは。ということで、スーパーチューンで終わるか。いっぱい喋っちゃったわ。でもすごいね、楽しい旅行でした。どうもありがとう。今週はね、コラボの企画とか企画とかもあるし、お楽しみにしといてください。よかよか。ペンペンとありがとう。最後4連勝使ってでしょ。ところでホラースターの話を学んでこの場で恐縮ですが、以前送られて伝えた VJ のライブの時のパネルとアルバム企画からついに送らせてもらったよ。あれ先日なの？え、ミコもさ、帰ったらね、宅急便の人来て、めっちゃでっけえ悪者注意みたいな、宅急便来たんだけど、それってパネルかな？まだ開いてないんだけど。先日来てたんですけど、それとは違うのかな？届いたかも！マネちゃんからも連絡来てたんやな。後で開封してみる。それじゃあね、これかな？ねえ、でも送ってくれてありがとう。ミコの部屋、等身大パネル2個になっちゃうよ。1個ね、エリートカフェのやつがね、ミコの部屋あって。ミコの部屋に等身パネル増えた。すごいんだ。上平太ありがとう。みこじんそんなに実家に帰ると赤ちゃんが大集合してる時があり、子守りを任されます。二人までなら右と左で一人ずつ抱っこすればなんとかなるけど、そこに三人目がおもちゃ振り回しながら突っ込んでくると股間を守りたくて手が足りません。みこじんなら一体、単で赤ちゃんとどう戦いますか？やみこもさ、保育園実習の時に、それこそめちゃくちゃいっぱいのね、赤ちゃんたちと、こう、ねえ。そう、保育実習があったんだけど、ミコの背中に一人乗ってて、ミコの、片方の足にもう一人膝に乗ってて、片方の膝にも乗ってて、って、あったよ、確かに。背中じゃね？そこはもう。お膝とお膝に乗せて、自分も座って、で、後ろじゃね？やっぱ背中じゃね？大変だよね。そんな、すごいね。なんか自分の、あれなんかな、兄弟とかのお子さん、おじさんになってたことは？すげえな。なんか最近さ、その YouTube 見ててもさ、なんかいろんな人の結婚報告とかさ、いろんな人の妊娠とか、出産とか、子育てとかの、なんかもともと YouTuber さんでやってた人たちが、どんどんさ、なんかママパパになってて、時の流れを感じたよね。えぇ？と思って。すげえじゃん。びっくりした。ねえ。だって、ヒカキンさんだってご結婚してるしさ、もうお子さんとかもいつかできるだろうしさ、はぁ？すごいよね。ねえ。変わってくもんですね。いや、ほんとだよね。時の流れだ。時間経つのは早いね。ねえ。でも、ミコもさ、別に弟とか妹もさ、そういうことはなく、そう。
だから、ほいという感じだけどね。ねえ。浮いた話ないのか、桜家は。ないね。そうだね。ミコピーとかもさ、僕はお父さんでとかさ、結婚しましてとかさ、子供と見てますとか、やっぱいるからね。すげえな。なんかすげえなとしか思えないよ。なんか、親になるとかさ、家庭持つとかってさ、めちゃくちゃ大変じゃん。って思うんだよね。ねえ。うちの弟は去年結婚しました。すげえな。猫ちってシスコンだし、ブラコン？そうだね。結構、そうかも。ブラコンかって言ったら、おとちのことに関してはね、そんなでもないんだけど、ミク基本家族大好きだから、そうなんだよね。イモチとかもね、どっちかって言うとおとちの方がシスコンかも。妹に対して。妹に、なんか男の子がさ、できたらさ、マジで、どんな人なのか、追跡して見に行って、判別したいって言ってたもん。やばいよ、お前さ、完全にシスコンだよ。ってなった。シスコンでくさ。チャッピーは無理だよ。チャッピーと、結婚してくれる人ってそうそういない。トラドラのさ、リュウジみたいな人ぐらいのレベルじゃないと無理でしょうって。いつも言われてる。家事とかさ、なんかそういうのとかもさ、自分が好きでやってるとかさ、とてつもない世話焼きの人じゃないと無理でしょうって。ね、成人で草。いやでもなかなかね、心配されてるだけやん。じゃあミコピーじゃん。ミコピーはそのぐらいの着替えできるわけ？でも確かに、そう思うよ。なんかミコのこと、とんでもなく、とんでもなくさ、好きでさ、なんかちゃんと許せる人じゃないとさ、ミコのこの行動はさ、ちょっと社会に通じてないよなってすごい思うんだよ。そうなんだよな。今さ、みんなのおかげでさ、ご飯食べれてるからまださ、人としてさ、生きてきてるレベルだよね。まだここの世界にいていいんだっていうレベルだよね。あんまりね、これ以外のことで、生活できてないからな。そう。なんか、現実的な話やめて。そうでしょ？みんながさ、ありがたいことにさ、みこちゃん結婚したらうんなんとかさ、コメントとかに言ってくれるときあるけどさ、そうそうね、簡単なことじゃねえんだよってすごい思うよね。みんなにはとんでもなくみこは素敵な女性に見えてるかもしんないけど、その実、プライベートはうんちみたいな可能性あるからね。本当に。可能性というか、可能性なんですけど、可能性というかっていうのだけど。ね、まあ、ミコのこと、すごいいい女だと見えてんだろうな、みんな。
ね、見えてないよ、安心して。ふざけんなよ。見えてんだろ、見えてるよ、もう。どう考えても。部屋は汚いかなって。ま、汚いまでもいいよね。うん。リアルなこと言うとさ、ゴミを片付けないとかさ、そういうとこになるとさ、引くでしょ、普通に。ね。そういうところは見えてないわけじゃん。ね。着たものほっといてるとかさ。ね。俺も同じや。頑張ろうね。だからみこ決めてんの、この世界に長くいようって。いや、この世界にずっといるな。社会に戻さないでみこ、荒波に。よろしくね。この世界で、かわいいかわいいされていきたいんだ、ずっとみこ。ほんとに。命削って頑張ろうって思う。ね。しがみついていく。そし、カバーにしがみついていく。カバーとみんなにしがみついて生きていこうって思うんだ。とりあえず明日の殺気症頑張ろう。いや、そうだね。とりあえず明日の競馬頑張ろう。そっからや。ねえ。戻るとこあんのか。え、戻るとこないんだけど、もうみこ進み続けちゃってるからさ。戻るとこないんだが。振り向かねえんだよね、やっぱ。進むだけだから、俺たち。ね。ヤゴのすねかじり、違うでしょ！ウィンな関係でいようや。なあ。ね、ミコも利益をもたらす、ね。ミコになってさ、な。一緒に頑張っていきましょうやって手取ってんのが我々ながら失礼なこと言うんじゃねえよ！なあ。失礼じゃんけん。ヤゴーに夢見せてんだよ、こっちは。ねえ、ヤゴーの夢知ってる？ねえ、アイドル育てんだよ。ねえ。なんだっけ、カバーの、なんだっけ、カバーの会社のスローガンなんだっけ。カバー株式会社見よう。作ろう、世界が愛するカルチャーをだよ、ほら。世界が愛するカルチャー一緒に作ってんねん、ミコも。ミノコね。一緒に作ってんねん。いいスローガンだな。ね。いいスローガンだよね、これね。調べないと出てこないか。うん。そんなだったな。そんなだったな。いいスローガンだね。ね。すごい、なんか、え、気づいたらさ、ホロライプロダクションの公式、ホームページ、ちょっと変わってる。ちょっと新しくなってる。ほんげー。ねえ。割と前から変わってるよ。そうなの？タレントページしか見てなかったわ。そっけ。ヒミ進化してるんだ。
みこちの立ち絵も増えたね。そうだよ。アッキリンとありがとう。プチンジョーク楽しんできたみたいで、こっちもすごい楽しかった。ありがとう。メンバーになって3年経って、自分も今日50歳の誕生日を迎え、50歳の誕生日を迎えました。200万人も達成し、どんどん大きくなっていくみこちゃんを見て、まさに娘の成長を見守っている気分です。これからも新しいことチャレンジしていくみこちゃんを応援するよ。めちゃくちゃ見てくれてるやん。すごい。ねえ。人生の先輩やん。そうだよ。100歳生きるとして半分到達ってことね。あと50年やん。50年以上。頑張っていきなよ。わかる？ミコピン年齢層って広いなって。え、わかる？なんかね、広くなってよ。なんかアナリティクス見ても。一番多いのは20代が多かった。10代はその次に多かった。ねえ。でもさぁ、みんなで長生きしたいなと思う。みこ長く活動続けたいなと思うけど、100歳になっても生きたい、もっと生きたいって、あんまり思えてなくて、まだ。これって年重ねるごとに思っていくんだろうなと思うんだけどさぁ。ねえ。思うようになったってこと、思うようになるってことはさ、それぐらいさ、なんだろうな、関わりが増えたりとかさ、それこそ、なんていうのか、長生きしたい理由ができるとかさ、例えば、孫の顔が見たいなとかさ、そういうことになってて生きたいなって思うようになるんだろうなって思った。結構今は結構満足しちゃってるから、満足ってかさ、そう。難しいなと思うよね。長生きしたいなって思ってる人ってすごい尊敬するなってミコ思う。人生の先輩感あるわって。うん。ねえ。トリナリジーメンさんっていうのかな。200万人勝ち越しおめでとうございました。私は負け越しにかけましたが、最後のミラーマッチ大変熱うございました。ありがとう。ちなみに映画の変な家は、ウケツさん、なるほどね。小説読むことをおすすめします。なるほどね。でもね、栗原さんがさ、俳優さんいたじゃん、あの人。なんだっけ？あの俳優さん。あれな、めっちゃ面白かった。映画の評価はね、難しいよね。原作がある分さ、やっぱ賛否分かれんで。でもそのさ、賛否もさ、見ないと分かんねえわけだからさ、最初から見ないが、見ない方がいいっていうのはね、良くないと思うんだ、ミコン。なんでもかんでも。やっぱ判断すんの己だからさ、映画見ててもさ、めちゃくちゃ評価悪いなって思われてる映画もさ、みこ見たらおもろかったなって経験もあったからさ、やっぱ作ってる制作側がいると思うとね、そこに命燃やして役者さんがいるわけだからさ、そうじゃん。受け取り方はね、なんか、いろんな、こう、なんていうの、レビューとかに惑わされる作品見た方が絶対ね、なんか、作品も人生も楽しめるってミコは思う派なんだよね。B 級言われてる映画とかもね、結構好きだよ、ミコは。そう。もうそれを見た上で、ちょっとなって思って、小説見るのも、まあ、これもまた一つありだよね。何にしろね、世の中に知れるってことがね、やっぱいいとは思うんだよな、ミコは。そう。
VTuber も一緒。そうだよ。まあね。あんまりよく思われがなさすぎ、なんていうの、思われてないわけじゃないけど、まあ風当たり強いね。まだ、時代ではありますけど。ね。でもやっぱね、一緒になって、見てねえけど、嫌いだなーとか、嫌だなーって思うよりね、一回、自分で見てどうこう判断しての方が全然いいと思うよね。そう。そういう人が増えたらいいなと思うしね。でも大きくなってよ、本当に。このライブもさ、VTuber の世界もさ、そういう風当たりがね、良くないよねって言いながらも、やっぱり、いろんなところにね、出させてもらって、世界は広がってるわけだから、まだ発展途上なわけだから。ね。成長はしてきてると思うからね。諦めず頑張っていきたいなと思いますわ。ね。ルージェルドたん、ありがとう。お前は私がアミコちゃん知ったのキャリバーの切り抜きがきっかけでした。足盤の将棋モーションにアインビエンだったのがとても可愛かったのが印象的だったのを覚えてます。あの時、そんな時もあったね。なんかもうなんか拍手と一緒に足パンパンしてるわ逆に。あの頃のミコ、懐かしいな。もう慣れちまったわもう。今じゃ慣れちまったよ。まさかあのシーンが新曲の MV なんて最高にエモい。私5代目が先日200万人達成の日に誕生日を迎えることができました。おめでとう。この特別な日に呼んでくれて、母、俺ほこ。これからも新人ミコピンとして諦めなく声についていくね。ありがとう。よろしくお願いします。ねえ。上平たんにがこれ読んだな。これ読んだ。麦ご飯とビッグバンタックたんにがたん。EX 超合金謎の人ウルトラデラックス RX たんもありがとうございます。みよ、EP ミープたんにがたん。みなち、登録者100、200万人おめでとう。アメリカに住んでいる自分でありますが、日本に行ってきて、先週やっと帰国しました。日本にいる間、ホロライブ、フィフスフェスに参加でき、沖縄にも行って幼馴染と久々に参加できました。みこちたちが行ってきたハートロックやチラオミ水族館も行ってきたね。ナルトたい焼き本舗でたい焼きも食べられて、みこちの靴も買って大満足。今回は日本でいろんな場所へ行き、美味しい食べ物を食べ、いろんなグッズなど買いまくった結果、いつの間にか数十万円も使ってましたで、しばらくは草を食べて生活します。わあ、でも楽しめてよかった。めちゃくちゃホロリス楽しんでるね、それ。あはははは。やばいなぁ。出費がやばかったね。でもなんかね、旅行はね、充実させるのがいいよね。やっぱ。もったいないからさ、そうそういけるわけじゃないと思うと。ミコも使いすぎちゃうときあの旅行とかさ、お土産こんなにいらねえだろうと思うぐらい買ったりとかしたもんな。海外旅行とかマジそうだった。なんかハニーだったのさ、なんかトロフィーみたいなやつあんじゃん。あれそんないらねえだろうと思うかもしんないけど、2個ぐらい買ったかね。マジ。旅行あるある。そう、肉も買った。コモに何を谷があった最初部位苦手意識あったけど気がついたら今ここ。そんなもんね。最初はそんなもんなんだよ。ね、ミコなんてさ、最初はさ、なんだろうなんだろうって思って入ったよ。
でも見たらね、ソラちゃんみたいな、すごいなんか、もう応援したくなるようなアイドルがいてさ。そんなもんだよね。テリーさんありがとう。ハイキューミコ様200万人突破、誠に おめでとうございます。ありがとうございます。夜盛り配信に堅実に時間、できません、リアタイできません。なんだこと、ミコピーとして不甲斐なき所存でございます。お前どうしたん？お手紙拝読させていただきましたところ、特に心に響きました箇所は、ミコにはミコのできること、良さも積み重ねたものもたくさんあるね、でございまして。やめて、恥ずかしいよ。そうだ、俺らミコピーにとってはいつでもミコチが最高だ。取り乱し申した。今後ともミコピー、ミコ様についていく所存にございます。貴殿の一層のご活躍を今後ともお祈りいたしております、敬具。ね、やめて。かしこまってなんか、なんか頭いいアピールやめな。すごいじゃん。ミコ様やめな。ねえ。でも本当にね、本当にね、そこすごい自分でね、変わったなと思う点だったんだよね。なんかやっぱさ、なんだろう、なんか、自分のケツ叩けるようになって、自分で自分のケツ叩けるようになったんだよね。なんかそれまではみんなの手紙とか、みんなに褒めてもらったりとかして、そうだよね、そうだよね、ミコにはいいところいっぱいあるよねって。ミコ、頑張ってるよねって、ミコ、いや、面白いかなーとかさ、すごい思ったりして、なんかケツ叩いてもらってたんだけど、自分でもそう思うようになってきたなっていうのが、すごいでかいなと思ったん。自信ついてきたよって、昔は自信なかったけど、自信ついてきたよって言ってはいるものな、それでみんなから与えられたものをさ、こう飲み込んでさ、って思ってたんだけど、自分でも、なんだろうな、でも、自分にはこういいとこがあるよねって。自分でちゃんと思えるようになってきたのが、すごい、ね、積み重ねだなって思う、本当に、それこそ。うん。ね。それは大事だよねって。ね。もう自分の味方は一番自分だもんね。って思うよ。うん。そういう風になれてるの。嬉しい！でしょー！誇らしいよなぁ。ミコもそう思います。ということで、今日はこんな感じで終わろうかな。みんな長い時間どうもありがとう。たくさん、お話も聞いてくれて。でもおかげさまでね、マジ喉ね、本当にいい感じになってきた。本当に良かった。マジで本当にね、もう仕事が溜まりに溜まってて、収録、大事な収録もたくさん、本当にあって、4月も5月も6月も7月も8月も結構あって、頑張んなきゃって思ったけど、すごい焦ってたの、なんか、全然治んないの、どうしようと思って、長引いてどうしよう、このままずっとこのままだったらどうしようって思ってたんだけど、よかった。まあね、あんまりね、痛めつけないように頑張ろうと思いますので、よろしくお願いします。もう明日はとりあえずお昼、お会いしましょう。競馬で。サムネ作っときます。ええ。みんなね、起きれる人、ぜひ、共に競馬頑張りましょう。G1 ね。春の G1、今度こそ、いい桜風吹かそうや、ということ。それでは、明日14時半ね、14時半集合。よろしくねー。それでは、おつみこでしたー。みんな、おやすみかー。見てくれてどうも、ありがとう。またねー。おもろかったわ。
おつみーかありがとう。明日はね、明日はね、200万人耐久をやりますよ、皆さん。よろしくお願いします。あ、かなみくんおもろかったね。楽しかった。マジおもろかった。かなたん、センキューな。やっぱ人とやるモンハンっていいね。なりきり、なりきりプレイすんのおもろかったな。なりきりプレイ癖になるわ、あれ。あれ癖になるわ。ちなみに今何人？今、6200人ぐらいのかな。あと3800人ぐらい。すねー。明日仕事があって、でもなるべく早めに帰ってきて、早めに撮るわ。ね、ちょうど良さそう。ちょうどよくあれ。キュンミク100万、えぇ、ほんと？キュンミク100万？どっち？あ、ほんとだー、やったー。突然の伸び。ミコは見たとき97万再生ぐらいだった気がする。やったー、キュンミク100万ありがとう。たくさん見てね、みんな。嬉しいわ。あれかな？ Spotify のやつとかもやったからかな？ Spotify もね、みんなね、ぜひ見てくださいね。Spotify のさ、再生とかなんか、なんだっけな、月間リスナーみたいなのがあるらしくて、それがね、なんか10万かなんかになるので、うんぬんって言ってたもん。そう、なんかね、こういうのもね、ちゃんとアピールしていきましょうねっていう感じで。スポティファイまだミコもね、使い方ね、あんまり分かってないんだけど、今日いきなり伸びたのね。アイドルも350万再生。そうなの？なんだこの節目的なやつは。やったー、ありがとうございます。で、感謝。あ、ほんとだー。レイもね、ハピチョコもね、シュガーラッシュもね、いろいろ聞いてください。なんか、やっぱ今年すごい、動画を出すようになったなぁ。なんかやっとだよね、なんか6年目にしてやっとこういう動画とかいっぱい出すようになったなって感じ。ねぇ。サワーツリーもね、もうすぐ100万再生だからね。アワーツリーもあと2万再生でね、300万再生なんで、あ、100万再生なんでね、お願いします。突然増えた。300万再生も行きたい。ショートがいいのかね。ショートもね、ちゃんと出してるんでね。え、ほぼ今毎日出してるかな。そう、ショート動画もね、結構溜まってるというか作ってもらってて、また明日も明後日も。あれではビビデバもね、作ったからね。早く見せたいな。ビビデバ踊ってみた。見せたいし。そう、キュンミク100万ありがとうの投稿かな。でもとりあえず明日は。そうしようかな。そう、いろいろね、ショート動画もね、頑張ろうと思ってやってますけど。4月の新曲はいつでしょうね。近々わかると思います。
うとね、みんなね、あ、ショート動画ね、今ね、固定でミコ12時に投稿してるので、よかったらね、12時覗いてみてください。12時で固定にしてる。12時が一番いいなと思って。ミコは。そう、昼にね、投稿されてるから。そう、ほぼ毎日12時に投稿することにしてて、1日2回投稿するときも時たま最近あって、そのときは18時とかに投稿してる。もう12時が、今固定でね、やってるので。12時投稿よろしくお願いします。わかった。そう、昼にね、上がってるなーって感じ。昼休憩で見てください。うん。明日見たら200万いってたらどうする？え、泣く！いやだ！お願い！一緒にね、見届けたいと思ってて。そう。なんで、ミカが帰ってくるまで、行ってないでほしいな。いや、さすがに大丈夫と思う。それはさすがに。ただなんか枠立てたりとかさ、もう200万もうすぐなんだ、になると加速する説もあるから、ちょっと、さらっと立てとこう、待機所は。うん。200万チケット何に使うの？え、まだ全然考えてないよ。そう。考えといた方がいいんだろうなと思いつつ、まだ全然考えてない。ね。一旦解除しとく。いや、解除はせんくていいから。解除は、ダメ。悲しい。焦るは逆に。あれみたいな。謎の勢力で、なんかさ、ってなるから。そう。でね、でもあっという間だよね。なんか本当に、こんな早く200万人いけると思ってなかった。夏頃いけた、夏頃？夏頃いけたらいいなっていう目論みだった。ふとにしてありがとう。おつみごきおみが100万再生おめでとう。明日200万に待機も楽しみ。見届けてくださいや。たよたんちょばたありがとう。今日もお友だーちゃんとの怪獣退治おつみこでした。いや、マジお友だーちゃんって言われるのめっちゃおもろいんだけど。いや、マジでさ、なんかカナダンから学ぶこと多かったな。今日、誘ってよかったなって思った。なんかね、やってみたいなと思ってたんだけど、ね。でもね、せっかくね、ホロメン流行ってるからさ、ミゴも言うてホロメンと遊びたくて始めたまであるから。やりたいな。また、誰かと。ちょっといっぱい進めてね。上位入ったしね。お誘いとか、してみようかなと思う。人とやるのおもろかったな。なりきりモンハン進めようぜ、みんなで。一緒に一緒にやる人とはね。こっからなりきりね。こっからなりきりね。カナダの設定まで壺に入ったのがね、こまじで。なりきりモンハン早ね。4人のなりきりやった。きつきつすぎだろ。4人のやつやばい。くさ。
うん。ふぶさん、今がモンハンやの、いいなぁ。早くもう、ふぶさんともモンハンやりたいよ。できんのかな。トリマモンハンワールドをね、クリアしたいなと思う。おいしょ。リンマルタありがとう。前日桜みこぴなんておめでとう。ミクライズをきっかけでメンバー、あ、メンバー限定またやりたいの。メンバー限定のね、気まぐれライズだって今はまたやりたいなと思う。今月またどっかでやる。募集しとこう。お便り200万もね、突破するね。200万突破記念メンゲもやろう。ね。次の名言は、ラジオやろうかな。無理ないペースで、うん、まだね、喉がね、すぐ枯れちゃうわ。今も若干枯れてる。早く治るといいなぁ。薬はね、飲んでる。明日収録怖いな、マジで。収録、頑張ろう。頑張って取り切るぞ。ありがとね。めっちゃ楽しかったわ。雑談で大丈夫？いやー、どうしようと思ってる。なんか喉の調子によるなと思ってるんだけど。え、雑談で突破できんのかな？なんか悩ましいよ。怖いよ。だからといってなんかゲームだとさ、ちょっとなんだろうな。なんか感傷に浸れないというか。まあ、歌が一番ね、いいんだけど。明日の収録でどうなるかなって感じかな。ね、見守りみたいな感じにしようか悩んでる。そう、最悪マシュマロ、最悪マシュマロを読む。全然ありだけどね。なんか質問、200万という節目の振り返りみたいなできたらいいな。そう、とつまちはさ、だってもう分かんないし、タイミング的に早く行っちゃうかもしんないかななぁと思って。マシュマロ200万個答えるまで、バカ野郎じゃん。ね。アンケート、あー、調査？あー。あー、調査、あー。それもありなの。間に合うかな、アンケート。え、でもさ、え、わかんない。アンケート取ってる間にさ、いや、わかんないの、難しいな。それなんか突破した後にやりたいまであるけど、に悩む。技術がなさすぎる、さすがに。素材作れなさそう、みこ。明日収録ないし、仕事ギリギリ。
帰ってきてすぐ配信だと思うかな。ふん、マシュマロだと一番無難かも。そうなるかな。歌いたら歌いたいなと思っているけど、そう、よろしくお願いします。でもとりあえず見守ろう。うん、頑張ろう。無理しないでありがとう。今日結構進めてよかった。モンハン。渡辺ミックちゃんもありがとう。100万体験楽しみ、ありがとう。テンジちゃんもありがとう。マルチでやると早い。え、めっちゃ早かった。サクサクだった。よろしくお願いします。ということで今日ここら辺でね終わろうかな。明日はね200万人耐久、楽しみ楽しみだよ。お願いしますね皆さんね、耐久のほど。まあ、今見てくれてる人はね、もう登録してくれてると思うんですけど、まだ登録してない方がいたら、よろしくお願いします。喉休めてね、喉休めるわ。よいしょ。ちょっと休めて。作業とか頑張るわ。ゆっくり休んでありがとう。ということで、それじゃあまた明日よろしくお願いします。それではおつみか見てくれてどうもありがとう。メンバーもね、メンバーもね、入ってくれたりギフト送ってくれたりどうもありがとうございます。それではおやすみかーに見てくれてありがとう。おつみかー。